今日暑い。暑いね。ね。クーラー効きすぎて寒い。めっちゃ寒い。クイズ関西弁。今から関西人なら答えられて当然のクイズをいくつか出題します。皆さんは何問答えられますか？あのさ、うん、明後日、うん、オフなのラムが、うん、ディズニー行きたいなと思って。うん、ええやん。行く？うん、まあ行けたら行くわ。行けたら行く。この関西弁の意味は？正解は。あ、本当？うん。休み？うん、一応休みやけど。あ、じゃあ行こう行こう行こう。うん、まあ行けたら行くわ。何時にする？まあ後でちょっと LINE するわ。うん、うん、でもほらもう明後日だからさ決めとかないと。まあでも前日でも全然大丈夫だと思うから、うん、とりあえずまあ行けたら行くから。うん、まあ分かった。じゃあチケット買っとくね。一応2枚ね、うん、せやな。うん、誰か誘った方がいいかな。2人だけだとさほらあんま盛り上がりに欠けんじゃん。せやな。うん、うん、どうしようかな。あと2人ぐらいは欲しいよね。うん、せやな。せやな。この関西弁の意味は？正解は。どうしよう。誰誘いたいとかある？うちあんまり友達おらんからな。うん、分かった。じゃあ知らない人でもいい誘うの？うん、せやな。聞いてる？ん？聞いてる聞いてる。めっちゃ聞いてるよ。聞いてる？めっちゃ聞いてる。ほんと？うん、うん、ね、チュロスとか食べたいよね。うん、せやな。ほんと聞いてる？聞いてる。ほんま聞いてる。うん、なら、まあいいんだけどさ。あ、ごめん、ラムさん、これ直しといて。直す。この関西弁の意味は？正解は。直す？うん、壊れた、どっか。壊れてんの？じゃあ、ラムさん、近いやろ？ゴミ箱から。どういうこと？直すのから近いから直しといて。直す？何？なんか吹けばいい。違う違う、空やん。うん、空、なんか入ってないね。うん、やろ？あ、へこんでるから直してる。違う、ちょっとこれ私の圧力。圧力？なんか直しといてって。直したよ、ほら。直してって。直してって。ほっといて。ほっといて。この関西弁の意味は？正解は。違う。持っておけばいいんじゃん。違う。ほっといてって。ほっとくよ。ほっとく。ほっといてる。違う。ほっといた。ゴミ箱にほっといてて。ゴミ箱にほっ、あ、捨てるってこと？そう。なる、言ってよ、うん、捨てるって。じゃあほっといてって通じるやろ。ありがとう。うん、お気に。いや、結構たまったもんね、これ。ね、ラムさん、こんなの持ってたっけ？最後、皿やん。皿。この関西弁の意味は？正解は。そら？うん、財布なんだけど。違う、皿やん。サラピンやん。サラピン？サラサラ。いや、だから財布だって。違う。サラ？何サラって。サラ？これサラなの？違う。サラって、丸いやつやろ？そう、やろ？財布やん。財布。でもサラやん。財布なんだけどな、これ皿やん。皿か。うん、じゃあ皿ってことで。違う、最初から皿に改名せんといてな。え、サラピン。サラピンでしょ、うん、これあったからサラピンってことでしょ。サラピン。サラピンってことなんだらいいよ。なんかねえ、私の財布はサラピン。名前じゃない。名前やない。違う、サラピンちゃん。違う。さ、うん、うん、プールも行きたいよね。あー、行きたい。レンタカーで行く？あー、行きたい。あー、でもうちさ、あんまりさ、東京わからんからさ、モータープールの場所わからんのよね。モータープール。この関西弁の意味は？
正解は豚タン、うん、初めて聞く。え、そういう施設があんの？施設、モータープールっていう名前のプール屋さん。意外と通じなかった、通じないものもあったね。ねえ、あらそう、サラピンが本当にわけが分かんない。あらそう、でもこれで関西っぽくなるんじゃん。ラムさんあかん、あかん、誰あて、おはよう、おかえり、挨拶してんじゃん、おはよう、おかえりって。あ、でも言うかも、これもおはよう、おかえりね、おはよう、おかえり、ああ、おはようってなっちゃう。おはようから、あのさ、うん、明日オフなの、うん、がディズニー、うん、行かない？行く、行きたい。違う、行かない、あそこね、普通に行きたがるよ、普通に行きたがった、普通に行きたがったじゃん今。もう一回言わせて、これNG集だ、これNG集だ。